オッケー、行くべ。この BGM はあれだよな、かっこいい。グルカルでも使われてるよな。リンリン、うわーねえな。かっこいい。カルマート、強っ。これ檻が強えのか、なんか普通に金木が弱えのか、どっちかわかんねえな。せっかくだからこれ使いたい。かっけえ。あ、勝ったんですけど。S。金木から得得したスキル、威力5500の攻撃を行い、5秒間自身の攻撃を防御力ダイアップ。強っ。どんだけ強いんだよ。あ、SS レート。ダブル S になったんだけども、スキル、あ、装備枠増えたんだ。ラッキーラッキー。はあはあ、僕も金木さんもボロボロだった。これ以上戦えないぐらい。そう、俺そんなボロボロだと思わんねえけどな。俺そんなにあれだって、ね、もう無意味です。そんな状態で言っても誰も助けられるわけがない。それこそ犬死にするだけだ。お願いです金木さん、思いとどまってください。はあはあ。金木さんが目を閉じる。二人の間に広がる静寂。しかし遠くでは戦いの音が聞こえる。お願いだ金木さん、これ以上は。笑顔。ごめんリオ君。しまっ。僕の一瞬の隙をついて金木さんはビルから飛び降りた。かぐねを使いながら器用に壁を伝っていく。待て金木さん。彼を捕まえようとかぐねを伸ばす。しかし僕にはもう彼を追う体力はなかった。僕はただ燃えていく街を眺めることしかできなかった。僕は金木さんの元へ向かっていた。金木さんの残した足取りはここで途切れていく。 V14 か。あー、ここか。狭い道を抜け、開けた場所に出る。とても広い空間だ。太い石柱がいくつも上へ伸びている。少し鼻をつくような匂いがした。黒い海が広がっている。何も映さない漆黒の海。その海は僕の足元まで広がって辺り一面を飲み込んでいる。海の先に誰かが立っていた。白い白い男。おっと、彼ではない。その男はまとう空気は彼よりずっと冷たく鋭い。あ、来た。なんだその顔はよ。男はこちらを振り向く。美しく整った鈍器のように白い顔には黒い赤い血が花のように散っていた。そこで僕は初めて気づいた。眼下に広がる海の正体、これは血だ。おびただしい数の死が生んだ海。そして男の足元には金木さん。先ほどまで一緒だった彼が海に浮かんでいた。頭部には鋭く長い槍のようなもの。イグザ、イグザだぞ。金木さん。瞬間、いつかの記憶がよみがえる。僕には分かった。あの時ウタさんに聞いた男の名。今の僕の目の前に立つ男、槍の主こそが CCG の死神有馬希少、その人なのだと。うわ。数秒後、僕は彼に貫かれて死んだのか。死んだんかーい。死神の刃は鋭く、僕は太刀打ちできるはずのないほどに完全であった。